選手の交代をお知らせいたします。盛岡市立高校3番赤坂凛太選手に代わりまして16番伊藤修馬選手が入りました。選手の交代をお知らせいたします。盛岡市立高校8番門脇大和選手に代わりまして11番木村優太選手が入りました。選手の交代をお知らせいたします。盛岡市立高校大平歩夢選手に代わりまして12番湊俊太郎選手が入りました。盛岡商業高校
わりまして、16番鈴木翔選手が入りました。ただいま試合が終了いたしました。ご覧の通り2対1で盛岡商業高校が勝利いたしました。両チームの素晴らしい健闘をたたえ、会場の皆様拍手をお願いいたします。本日はたくさんのご来場ありがとうございました。